はい、地図がありました。現在この恩寺駅です。この、恩寺神社まで行って恩寺越えで、市議山の方を登っていきます。では行きます。恩寺越ハイキング道、こちらです。ちょうどいい休憩場所がありました。ちょっと休憩していきます。ちょっと、風がきつくなってきました。ちょっと寒いです。でも景色がいいです。はい、定期的にベンチが設置されてます。はい、ありがとうございます。はい、また分岐です。はい、高安山の方にちょっと寄ってみたいと思います。ちょっと行きます。ここですね。行きます。結構な階段です。何か、展望台らしきものが出てきました。ちょっと登ってみます。
ロープ外してるから登っていいと思うんですけど、結構荒れてますね。登ってよかったんですかね。結構景色が綺麗です。はい、分岐がありました。どっちでしょうか。杉山口駅こっちって書いてますね。あ、高安山こっちって書いてるんで、こっち行きます。ここにも、展望台ありますね。ちょっと寄ってみます。ここの展望台なんか安心ですね。さっきのところより。でも景色はちょっと木があって、いまいちですね。はい、行きます。はい、車道らしきところに出てきました。これはあのケーブル館の駅ですね。昔はここに電車が通ってたんですよね、確か。その電車の線路跡地がバスの道になってるはずです。これですね。これがあの電車があった時のホームですね。ちょっと入りますかね。入ってみましょうか。入っていいみたいですね。あ、電車が走ってました。すごいですね。ここに電車があったんですね。杉山電鉄三条鉄道線高安山駅ホーム跡ですね。すごいですね。はい、現在このケーブル高安山駅です。で、高安山に行って杉山に行きます。はい、行きます。これ何でしょう。海運場、あれ違う、あ、海運橋ですね。はい、行きます。こっちから下山できるみたいですね。でも危険走行注意、違う、自転車ですね。生駒重曹歩道、はい、行きます。何か、建物があります。大阪管区気象台、あ、気象レーダーなんですね、観測所。はい、
高安山気象レーダー観測所ですね。はい、はい、ここが高安城跡なんですね。この辺がそうなんですかね。それっぽいのかな。と高安山こっちですかね。書いてますね。高安山登り行きます。はい、高安山到着しました。はい、三角手立ちです。はい、特に展望は大です。では戻ります。はい、分岐です。どっちやろ、こっちかな、こっちに行ってみます。案内に、はい、市議山山頂こっちって書いてますね。行きます。はい、一度車道に出ました。ここ渡ります。はい、行ってきます。はい、分岐ですね。こちら、あ、市議さんこっちですね。行きます。はい、見晴らしのいいとこ出ました。はい、山頂もう少しですね。はい、山頂着きました。すごいいい景色です。市議山城跡というのはここなんですね。はい、戻ります。はい、では登ってきた道とは別の方向、この右側の方に降りていきます。ようお参りってなってますね。多分こっち側から登るのが表なんでしょうね。
私ちょっと表から、下ってます。世界一福トラです。はい。はい。あ、そうですか。はい。ありがとうございます。あった。ありました。虎の郵便ポスト。はい。される方がいてるみたいですね。うわ、怖っ。ちょっと私には怖いです。はい、どうぞ渡ります。テーブル跡、ハイキング道入り口、これが桜並木道ですね。この辺りが、ケーブルの名残がありますね。休憩場所も、用意してくれているようです。千本桜並木道、ここはまた歩きたいですね。現在地。はい、もう一般の車道を歩くみたいです。
ちらのケーブルで使われてた車両みたいです。